오케이, are you ready? 마사무네 様、 ここはこの小十郎が道を開きます。その隙に脱出を。つまんねえこと言ってんじゃねえぜ、小十郎。Let's show it! まったく、しょうもないお方だ。ご油断召されるな、マサムネ様。俺の背中はお前が持つんじゃなかったのか。もちろんです。この小十郎、マサムネ様を守って死ぬとすでに決めている。よく言った、小十郎。ついてこい。怪我するんじゃねえぞ。宿敵真田幸村と相まみえるために奥州を立ち、信州上田城へと向かった伊達政宗。いよいよ真田幸村との対決が目前に迫っていた。待ってろよ真田幸村、今行くぜ。戦いの始まり。先行して敵の様子。かったりこと言ってんじゃねえぜ小十郎。狙うは真田幸村がただ一人。 Here we go! うん、貴様は奥州独眼竜政宗。よう、遠路はるばるあんたに会いに来たぞ。光栄なり真田幸村、お会計いたそう。俺が出る。旦那は親方様からこの城を任されたんだろ。ここを離れたらダメだ。何て言わんのよ。分かっておる。楽しんじゃねえか真田幸村。今日はどんなダンスを踊ってくれるんだ。鬼だ、鬼がいる。いかん、このままでは。この飾る山のごとし、この幸村、この場から逃げも隠れもせぬ。言ってくれるじゃねえか真田幸村。待って、すぐ行くぜ。不正になるなよ。時間の無駄だぜ。やってくれるよ。あんた楽しいか。愛の武田に敵はなし。独眼竜が食らうまで。訓練と全然違うぞ。見
皆の者、こらえよ。お任せください。押されているというのか。強すぎる。地球造園部隊をお送りくだされ。いいねいいね、楽しくなってきたぜ。マサムネ様、あまり無謀なことはなされる。野暮言ってんじゃねえぞ小十郎。この先に真田幸村が待ってるんだ。ま、働きがいがあるってもんだ。やれやれ、おめえら急いで政宗様を追え。規制に向けろ。後ろの守りは任せるぜ。お任せだ。俺たちの力の鍵。今日のヒット機嫌がいいみてえだな。人呼んでサルトビサスケ。さーて、俺様に勝てるかな。さてさて、お手並み拝見といきますか。死ぬごときのやる気かよ。あんたを邪魔する気はないんだけどね。会っちゃったからには相手してもらうよ。ダメだ、主を守るってのも忍びの役目だ。ご苦労さんって言ってほしい年頃が。おとなしく欧州に帰ったらどうだい。あいにくだが俺は聞き分けも悪くてね。だろうね、行ってみただけ。さして、六眼流の相手はこの雪村だ。まあまあ、俺にも仕事させてよ。そこに。さして、引け。大さん、申し訳ねえ。よくやるな。負ければよかろうなのだ。てめえら全員引き肉にしてやっからよ。伊達軍の止めりをするにはまだ足りねえな。武田軍、総力を上げて戦うのみ。押し負けるな。武田の力を見せてやれ。チート言うのくないか。小次郎、気合い入れてついてこいよ。無論、聞かれるまでもありません。杖、逃げちまいて。あなたの背中を守る。存分に暴れなされ。よく言って、小次郎。さあ行く。サラダ行くな。もうちょっと腕磨いて出直してこいや。
そろ始めようぜ。どう、待たせたな。独眼流正宗、貴様と剣を交えることを楽しみにしていた。嬉しいね。あんたとの戦いだけは誰にも邪魔させねえ。一対一の勝負といこうぜ。望むところを全力で前に。この雪村、燃える心を抑えられぬ。いいねいいね、ゾクゾクするぜ。あんたを倒すんだから、俺は天下取りを始められねえんだよ。さすがは独眼流、強い。喜ぶ独眼流と出会えたこと嬉しく思うわ。まだやり竜を貫いてみせようぞ。面白い、やってみな。マサオレ様、小次郎。シッ、マサオレ。君ら、この勝負はお預けだ。落とし前をつけなきゃいけない奴ができた。政宗暗殺を企て真田幸村との対決に水を差した仮面の男は豊臣軍の軍師竹中半兵衛であった。竹中が北条氏政の治める小田原方面へ逃走したという情報を得た政宗は、片倉小十郎の傷が癒えるのを待ち、小田原城へと向かったのであった。この落とし前はつけてやるぜ。小田原追撃。野郎、どこに消えた。豊臣の軍師竹中半兵衛の居場所、北条なら何か知っているやもしれませぬ。キャツラごときに栄光門はくぐらせん。それ閉じるのじゃ。栄光門を閉じよう、早くしろ。やれやれ、そんなにせかすのね。北条に下れば許さんこともないぞ。こんなもんじゃねえ。回復させてくれ。
この小田原城を落とせると思っておるのか。栄光門ある限りわしは破れ。北条伝統の小刀技とくと見よ。なに、奥州の田舎者不正義が。この王の職分を忘れるな。出撃撃つぜ。黙らっしゃい。かかっ、今日は焦ったぞ。独眼獣など恐るるに足らぬぞ。声が震えてるぞ。じゃあ無駄だぜ。仏様に祈っとくんだった。怪しく崩れる人らしく思うなよ。敵を倒した後に隙を見せるな。あれだけやれやれ、いつもの小言は聞き飽きたぜ。当たり前の結果ってやつだ。なるほど、少しはできるようじゃの。喧嘩の息を出ねえ。時間の無駄だぜ。隠れろ。戦ってのは弾の取り合いなんだよ。おめえら、俺についてこいよ。あれが噂の独眼竜か。Yeah!
界の土地をこの不敬者め。よし、修羅場をくぐっておるな。おい、逃げてる場合じゃねえ。起きろ。準備は良いか。俺が死に続け。突撃だ。王城家の名は怪我させぬわ。そんなに言われた体に毒だぞ。時間の無駄だぜ。時間の王城家は永遠だ。どいつもこいつも話にならないな。我が忠節を今こそ見せるとき。政宗様に立てつく度胸は認めるか。Yeah!
in peace. 조용히 代々受け継ぎし城、この北条氏政誰にも渡しはせんぞ。せや、お守りくだされご先祖様。竹中という男はここにはおらん。それが時間の無駄だぜ。わしをいじめてどうするつもりじゃ。じいさん、泣き寝とはみっともないぜ。あの北条に落ちられたもんだな。ご先祖様の草間の陰で慣れてるぜ。ガテの子はこの時が。時間の無駄だぜ。日を改めんか。今日は腰が。やれやれ。今回も楽な戦だったぜ。おい小次郎、勝ちどきあげろ。小田原城城主北条氏政からは竹中半兵衛の居場所を突き止めることはできなかった。先を焦る政宗のもとに前田慶次という豊臣のことをよく知る男が長谷道場にいるとの情報がもたらされた。ひとまずそいつを当たってみるか。豊臣を知る男。俺は無敵だ。貴様何度に負けるわけがない。ここで決めてやる。俺は無敵。クソ、負けるか。俺は無敵。無敵なのにやられた。今回も楽な戦だったぜ。おい小次郎、勝ちどきあげろ。ここまでに簡単に勝てる戦があるとは。負け戦とは何たること。
全軍撤退せよ。大将が敗れたぞ。負け戦だ。撤退。なんだなんだ、負け戦かい。よし、付け出しするからとっとと逃げな。すまねえ、俺たちは逃げるぜ。おうよ。へへ、楽しいね。ここは通さねえ。いっぺん言ってみたかったセリフだね。おいよ、あいつがプロトに詳しい負けの剣士です。男臭い集団のお出ましだね。色気も何もありゃしない。よし、逃げ切った。あんたも逃げてくれ。了解、尻尾巻いて逃げるとするな。おい、やった。敗残兵、逃げるなら早々に退散せよ。我らはあの男に用があるのだ。おい、豊臣について知ってることを教えない。それが人に物を聞く態度かい。教えて欲しかったらここまで来るんだな。逃げろ、絶対だ。あの世で政宗様の天下取りを見物しよで。ぶん殴られてえが、まさにさ、まさかに突き進むことはよくないと。やれやれ、いつもの小言は聞き飽きたぜ。敵に囲まれた、まず救すか。敵を倒した後に隙を見せるなとあるだけ。やれやれ、いつもの小言は聞き飽きたぜ。しまいて、目見て負けそうな。逃げろよ。当たり前の結果ってやつだ。任せな。お前らは早く逃げろ。
時間の無駄だぜ。俺も逃げたことがあったよ。私はね、男ばかりで群れちゃって、ナスの下手よりも悲しいね。なの、ナス、この伊達軍が。あんたは何をそっと戦ってるんだ。勝負に切り札はつきものだ。よっと、みんな逃げ切ったか。怪我はねえか。我らは大丈夫。貴殿もお逃げください。過ぎたか。俺たちも戦うぞ。あんただけ戦わせるわけにいかねえ。お前ら逃げろって言ったじゃねえか。さあみんな行くか。きついに寝るな。秀吉なら大沢城だ。これ教えたよ。そうだ。あんた、なんだって秀吉を。あんな連中の追っかけなんて、趣味悪いよ。あんたには全然言うな。ここで昼寝でもしてな。
今日は絶滅か。どうに秀吉なんかの名を聞かされるわけだ。臆病な一年中小闇とにらめっこしてね。癖になるなよ。俺も秀吉は嫌いでね、君の悪夢は嫌いなんだ。おめえら俺についてくれんのか。しっかりついてきて走れ。秀吉を追っかけるより恋しなよ。そうすりゃ伊達のとこにも磨きがかかるさ。それだ、油断してた。今回も楽な戦だったぜ。おい小次郎、勝ちどきあげろ。前田刑事より得た情報をもとに進軍を続けた政宗は、長き道のりの果て、ついに大阪の地で豊臣軍と全面対決の時を迎えたのであった。豊臣、覚悟はできてるな。死闘大阪冬の陣。見つけたぜ、竹中半兵衛。俺に喧嘩売った覚悟はできてるか。見ろ半兵衛、小さき竜がほざいておるぞ。やれやれ、こんなところまで来るとはね。攻撃準備。明日まで今しばらくかかりまする。小次郎、今回は引っ込んでやるぜ。つまらねえ勝ち抜きそうだ。そこで見てろ。いいえ、正宗様の背中はこの小十郎が何度でもお守りする。独眼流のことは僕に任せてくれ。我らの力を見せてやろう。それしきで図に乗ると器が知れよ。ためらいがないね。俺たちにも見習わせたい。あんな奴がいるなんて聞いてねえよ。お前の意地、我に見せてみよ。ご覧あれ。時間の無駄だぜ。そこは守るようにと言ったはずだよ。半兵衛様、申し訳ありません。
き進むだけが脳のようだね。敵を倒した後に隙を見せるなとあれだけ。あれあれ、いつもの小言は聞き飽きたぜ。落とし前をつけに来たぜ、竹中半兵衛。できるならね。覚悟したら、この俺を怒らせた代償は高いぜ。悪いな、関わっている暇はない。君の個人的な感情にはね。君の存在は秀吉の野望が妨げない。だから手段を選ぶ。くっ、大した野望だな。感謝するよ、君の方から出向いてくれたこと。改めて欧州まで行く手間が省けたから。気になるなよ。また背中から狙ってみろ。この小十郎の目が黒いうちはさせぬがな。心得ておくよ。ところで秀吉、すまない。半兵衛、お前の夢、我が果たしてみせるぞ。ごめん、人を怒らすんじゃねえぞ。外貨を上げるのは我らだ。戦ってのは弾の取り合いなんだよ。
気にならねえな。マサミナさん、今こそ時をあげましょう。秀吉様と共に、この戦
ついに豊臣軍と決着をつけた伊達政宗、再び真田幸村と相まみえ、あの日上田城でつけることのできなかった決着を果たすために、政宗は武田上杉両軍がにらみ合う川中島の合戦へと乗り込んだのであった。落とし前はつけたぜ。
小次郎。政宗様。さあ、いよいよ川中島に乗り込むぜ。乱入、川中島の合戦。妙だな、やけに静かだ。マサミネ様、真田の姿がどこにもありません。ふん、だったら、いぶり出してやるぜ。真田幸村、あいつは必ず現れる。それまで暇つぶさせてもらうぜ、お二人さん。おい、お手目を教えがれねえよ。無用心さ、これもまた手に。助け、伊達軍の乱入阻止してみせ。任せてくださいな。とそれじゃちょっと行ってみます。飛びサスケ、さーて俺様に勝てるかな、はい、今立て込んでるんだよね。帰ってくんない。用があるのはあの男だけだ。どこにいる。それは内緒。親方様、上杉軍が進軍を開始しました。皆の者、私に続け。狙うは貝の虎、ただ一人。どうする武田の忍びごとき大事に何だ。なるほど。たった今、俺は旦那のこと嫌いになったよ。真田幸村に伝えてくれ。今回の戦、俺の身をあんた一人だ。相変わらず強いだね。だったら、俺が死なないよう祈っといてくれよ。せいぜい頑張って生きるよ。真田の旦那は今頃奥州を攻めてるかもよ。冗談の下手な仕事だぜ。少し黙んな。そりゃ失敬。親方様には見せられないざまだね。どうしたサスケ、お主らしくもない。
私にふさわしき相手か。気になるなよ。今日のヒット機嫌がいいみてえだな。吹いてきたじゃねえか。軍は落ちる。戦場が乱れている。剣心様、申し訳ありません。犠牲になるなよ。傷が出てきました。この金の城池武田本陣の木。さすが王子、俺の攻め口死ぬと無理くらいだ。どいつこいつの話にならねえな。気合い入れてついればいい。無論聞かれるまでもありません。答えは X、 鉄道隊が構える。何としても分身に悟られてはならぬ。迷いは死を近くしますよ。させてくれよ。あの世で政宗様の天下取りを見物しない。犠牲になるなよ。警察は相手にならぬ。守りなさい。勝機が見えますよ。さあ俺の友が。この攻撃撃破持ちこたえろ。くそ負けるか。俺は無敵。良い覚悟だ。時間の無駄だぜ。愛のかけだも敵はなし。
親方様に仕えることができた光栄でした。今こそ時をあげましょう。さあ、馬に蹴られるがもうそうよ。敵を倒した後に隙を見せるなとあれだけ。やれやれ、いつもの小言は聞き飽きたぜ。仏様に祈っとくんだった。行くぞ信玄。おい天心、いざ。はっ、毘沙門天のご加護は私にあり。お主との決着、誰にも邪魔はさせん。たとえどのようなものが相手でなれ、私が勝つのみです。当たり前の結果ってやつだ。この息を出ねえ。くそ、くそ、前へ出よ。欲張りを得られると思うのか。極眼流いなろう。ここ一番の踏ん張り時じゃ。おめえら、俺についてこいよ。これが噂の独眼竜か。ギブアップなんて言うんじゃねえぜ。答えろ！立てれろ！
骨しなよ。マスターズ、皆があなたの子を守っています。この武田軍が随分と舐められたものよ。小次郎、皆を見てろ。心配だから。人は石垣なり、守れ。褒めねばなりません。お像と侮ってはいられぬよ。落ちな。天命あればこそ。最後奮陣。いいじゃねえか。派手な戦になってきたぜ。老人が足らぬわ。出直せ。規制になるなよ。ひとひねりじゃ。読み違えたか、このわしが。ついに政宗の前へと姿を現した真田幸村。長き時を経てようやく待ち望んだ対決の時が迫っていたのであった。小次郎、これは俺とあの男の一騎打ちだ。止めるなよ。ご機嫌、お待ち申し上げる。ああ、決着の時。
真田幸村、伊達政宗、行くぞ。 Here we go。 さあ始めようぜ真田幸村。ここから先は俺たちだけの舞台だ。伊達政宗、いざ尋常に勝負。相変わらず熱苦しいぜ。あんたの首、この独眼竜がもらう。ならば我が炎、竜の身を燃やし尽くしてみせようぞ。まだまだ全力で来い、伊達政宗。オーケー。あんたに手加減は無用だったな。腕を上げたんじゃねえか。貴様こそ。いいね、今日は最高のパーティーになったぜ。どこか言う、やはり強い。されどこの雪村は倒せぬわ。重要になったじゃねえか。全力で来い。それを受け止めた上で貴様を超える。こうかするなよ。見せてやるぜ、ショータイム。燃えよ我が魂。真田幸村、伊達政宗。正面より立ち向かう、その意気合いよし。深く踊ったか雪村が。やり、まだ俺はせん。我が生涯の楽しかったぜ、真田幸村。お前ら楽しんでか。さあ次に俺を楽しませてくれるのはどこのどいつで。政宗様が次になすことはすでに決まっておりましょう。上等、次は天下だ。このまま突っ走るぜ。たとえ行く先が地の果てでも、お供いたしますぜ、政宗様。